えました。年男小橋の果敢なファイトは受験生の支持が熱いと言われております。あと一歩、もう一歩、常に前進、オレンジクラッシュ、諦めない、ひるまない、そして期待を裏切らない男、小橋健太。さあ今ピンスポットライトにビシッと現れたこの男、ナイスガイ小橋健太。さあやってまいりました、蛍光オレンジに身を詰めて今ジャンピングイン。見事にビルドアップされたボディであります。45分一本勝負シングルマッチ、新春ジャイアントシリーズ、スキンヘッドに地獄の頭巾、高知県民体育館がブッチャーワールドへと変貌を遂げます。オーラすら感じするその歩み、その動き一つ一つに意味があります。アブドーラザブッチャー、おっと高知県のファンがブッチャーに果敢なアタックを見せている。さあブッチャーを挑発する小橋、ようやく今リングインです。アブドラザブッチャー火花散るスタンディングポジション、おっとこれはゴングを待たないか、現アジアタックチャンピオン小橋健太。ヒールのトラディショナルアブドーラザブッチャー、加速度的に強い小橋健太、年男デビュー丸3年を迎えております。同式のテープがリングを彩ります。さあ桃田光雄さん、この一戦桃さんはどのあたりに注目されますか。そうですね、やっぱり若い小橋選手が、はい、その要するに老練のね、ブッチャーの要するにその、まあ、反則技とかそういうのを、まあ、はい、もう一度たまらずにブッチャーが仕掛けました。ちょっとブッチャーも冷静さを欠いてるんじゃないですか。そうですね、やっぱり小橋選手の力が上がってきてるっていうのは、ブッチャーも分かりますからね、それをやっぱり意識してるんじゃないですか。はい、昨年の新春ジャイアントシリーズ小橋健太7番勝負最終戦でした。後楽園ホール、その時は5分9秒、わずかに5分9秒で6割エルボーの餌食になっております小橋健太。しかしその後の活躍は皆さん知る通りであります。さあ小橋がラフサッポーを入れている、小橋ラフサッポーだ。今ようやくゴングが鳴らされました。アブドラブッチャーの頭巾を使ってブッチャーの首をグイ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 締め付けております。まあ、その小橋健太7番勝負の後に地方では何度かこのブッチャーとのシングルマッチがあったんですが、全て6割エルボーのもとに小橋健太敗れております。やはり桃田さん、このブッチャーののらりくらりとした一見ひょうひょうした試合の、テンポリズムと小橋のテンポがどう絡まってくるでしょうかね。そうですね、その要するにテンポが合わないので、要するに小橋選手も自分自身に歯がゆい部分があるんだろうと思うんですね。攻めあぐねるところがあると思うんですよ。はい、そのタイミングを外すのはブッチャーがものすごくうまいですから ね、 そうですね、さあその小橋健太でありますが、体重のある選手にはやはり下半身攻撃が有効であろうと、下半身も集中的に攻めていっております。小橋健太、そして地獄突きには要注意、クセモンであると、その地獄突きを放つ右手を積極果敢に攻めていきたいとも言っていた小橋健太。やはりモモさん、下半身狙ってますね。そうですね、こちらアブドラザブッチャー、ちょっと呼吸が荒れた、あーっとこれです、カウンターの地獄突き、ブッチャーの一見この、おっと、ブッチャーが早くも、マジか、わーっとかました、かました、かました、これでいいんだ、小橋、アブドラブッチャー、自爆です、ちょっと、苦しい表情にしております、これは小橋としてはチャンスです、さあ、場外に誘いました、脳天にチョップ、背中にパンチだ、さあ、放送席の前だ、放送席の前だ。鉄柵、鉄柱を使いました。そして本部席の椅子、本部席の椅子、
り返したブッチャーだ。2発目ブッチャーのこの生田の頭の額の傷に目がけるように小橋健太がラストを打っております。やはりもう少しブッチャー相手にラストも必要ですね。そうですね。ただそれにこだわってしまうと、要するにそのブッチャーのペースに巻き込まれてしまうので、なるほど、そこら辺を気をつけてほしいですね、はい、この辺りのブッチャー反撃のバックスイングを取っております。計算しております。ブッチャー、このブッチャーの内側の目に騙されてはいけない。まだ目はしっかりと見開いている。放送席の前であります。小橋健太、まあ放送席に倒れ込もうというブッチャーであります。額からは早くも血が流れているアブドラ。ブッチャーコンコンと湧き出る鮮血の泉であります。オレンジクラッシュ小橋健太がそのチョップ、あーウーロン茶の 350cc の缶、いわゆる豚缶を頭にジャストリーズ。いや、桃田さん驚きました。いやー、驚きしてますね。まだまだ自分のペースというものがどういうものかわからないので、ブッチャーのような選手と戦うことによって自分のペースというのは一体どういうものかを学んでいきたいといった小橋健太でありますが、ここでは十分に小橋健太ペースであります。あ、ブッチャーが放送席の前でスタンディングポジションを取っている。ではランランと部屋にいている。何か企んでいる。さあようやくアブドラブッチャー、身長186センチ、体重140キロがゆっくりと四角いリングにその身を入れようというところ。しかしその出花をくじかのように小橋健太が踏まっている。ブッチャーが姿勢を上げております。このシリーズ最終戦、後楽園大会におきましてアジアタック選手権防衛戦を控えております小橋健太。相手はジョージートン、ビリー・フラッグ組でありますが、小橋が飛ばしております。非常にドライブ感のある攻めです小橋健太。そしてアブドラブッチャーの目から一瞬たりとも目を離しておりません。相手の出方を伺っている。距離を取っております小橋。ここまでは小橋ペースです。しかしあの例の地獄突きには十分に気をつけなくてはいけない。小橋が自ら走って側頭部にキックを打ちます。アブドーラザブッチャー、ブッチャーが企んでいるぞ。小橋健太が円錐切り。さあカウンターだ。そして地獄突き、手形が空を切る、いわゆるカマキリ拳法だ。アブドーラザブッチャー、小橋が捕まりました。フライングニールキック、左の肩列です。さあもう顔面血のりでもうべっとりとしておりますアブドラブッチャー。強引にバックドロップ持っていきました。桃田さん、この体重140キロのブッチャーを持ち上げるなんて随分大変なことなんじゃないですか。そうですね、もうやっぱりものすごいパワーがないとちょっと持ち上がりませんね。またただ単に体重があるばかりでなく、あの形がね、岩のようなボディをしておりますから。そうですね、大体このボディスラム、あるいはバックドロップ、自分の体重よりどのくらい上まで持ち上げることができるんですか。普通はやっぱり自分より、要するにその壊れ増しというか 50% ぐらい増しまでは上げられるんですけど、要するに練習するんですけどね、はい、まあ、その体型とかそういうのによって多少は差が出てきますからね、特にあのブッチャーみたいな体型って持ち上げにくいんですよね。そうですよね、昨年の新春ジャイアントシリーズ最終戦、小橋健太7番勝負におきましてボディスラムに失敗して腰を痛めるシーンがありました。小橋健太、それに付け入られての、毒針エルボードロップで小橋6歳でありました。さあこれをブレインバスター持っていく。小橋さん、いかがですか。そうですね、今ちょっとやっぱり薄いですね、今危険なんですね。カウントは2で戻しました小橋健太。自らロープに走ってギロチンドロップ。さあもう一発はする。ただ今の連続攻撃はいいですね、どんどん攻めた方がいいと思いますね、はい、やっぱりアブドラブッチャーに考える隙を与えないことですね。そうですね、やっぱり隙を与えたら必ず、なんていうんですか、攻めてきますからね。そうですね、地獄突きがあります。さあボディスラム持ち上げているのか、接近戦に持ち込むと地獄突きがあります。さあ場外転落したオレンジクラッシュ小橋健太でありますが、もうその小麦色の肌にはアブドラブッチャーの血がびっとりくっついております。自らロープに走った。
ショートレンジのラリアット、あーっと外側背中から押し潰されました。小橋健太カウントは2、ようやくブッチャーが返しております。カウントは2です。年末の世界最強タッグ決定リーグ戦、小橋健太ジョニーエース組対ブッチャー木原2組は、小橋健太ジョニーエース組惜しくも敗れております。もちろんこのシリーズアジアタッグベルトを防衛して、そしてなんとか世界タッグに照準を合わせたいところだ。小橋健太開幕戦コラケンホールにおいてスタンハンセンとの一騎打ち敗れました。そしてこの外人の壁崩すことができるか。カウントは2、始まりました場内ストンピング攻撃。高知県民体育館、45分の一本勝負のシングルマッチ。小橋健太ちょっと表情に疲れがあるぞ。持ち上げた、自らロープに走るギロチンドロップ、おっとアブドラブッチャーの口から何か大きなものが飛び出ました。さあ小橋健太飛ぶぞ飛ぶぞ、注目だ注目だ、黒潮にムーンサルトプレス、しかしかわされてしまいました。この辺りブッチャーよーく相手の動きを見ている。この辺りがブッチャーの噂ですね。そうですね、本当にあの大きいからでね、はい、本当うまく、あーブッチャーが呪文を唱えた、6枚エルボードラップ、指をついた6枚エルボードラップ、アブドラのブッチャー小橋勝てませんでした。先週放送のスタンハン戦、そして今日のブッチャー戦、小橋健太シングルマッチ2連敗、勝負タイム9分05秒でありました。さあ桃田さんいかがでしたか。いや本当にあのものすごい健闘したんですけどね、はい、もう今一本のところでうまいこと言うに一瞬の隙を突かれてかわされて、はい、で攻められたということですね。やっぱりあのエルボーはものすごいあのなんていうんですか、あのダメージ与えますからね、はい、そう本当にタイミングがうまいですね、はい、さあ勝負に勝ったアブドラルブッチャーもちょっとヒップダウン、なかなか起きることができません。かなりダメージは、ねはい、出てるみたいですけどね。